広島県第2区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置され、1993年の第40回衆議院議員総選挙まで施行された。廃止まで定数は4。定数4に対して、ほぼ選挙戦の実力がきっ抗する有力候補が5人いた。 ことで、第34回総選挙から第39回総選挙まで6回連続で、前回の自転落選者には、同情表から、ほぼ必ずトップ当選で返り咲く一方で、前職は、政権幹部であろうと、現職閣僚であろうと、関係なしに誰か一人は必ず落選するという、全国有数の激戦区であり、竹下登をして、日本一の殺戮的選挙区と言わしめた。 また、世襲候補も多かった。落選経験がない有力候補は、池田隼人とその娘婿、池田幸彦くらいであった。池田隼人は、在任7期をすべてトップ当選した。現在は、広島県第四区と広島県第五区に分かれている。自治体の名称は、第四十回衆議院議員総選挙時点のものである。 1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、54万1528人、投票率72.76%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、52万1188人、 投票率 77.、77.50%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、50万9358人。投票率 78.、78.22%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、50万2690人。投票率、 75.26%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、49万1790人、投票率、80.25%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、50万6540人。 投票率 73.、73.48%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数、50万2890人。投票率 81.、81.30%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、47万9062人。投票率、 76.10%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、45万2356人、投票率 77.、77.14%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日、有権者数、411。365人投票率、 79.31%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数39万4492人投票率78.51%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数37万2764人投票率 80.40%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、365,110人、投票率 80.、80.85%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数、3 6万8 3 0人、投票率、 79.44%第26回衆議院議員総選挙4月19日、執行当日有権者数、35万4910人、投票率 77.、77.81%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数、36万5182人、投票率。 83.16%第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日有権者数34万3551人投票率79.38%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数35万983人投票率71.74% 中川秀直、中川俊次の後継候補として、対34回総選挙では前回選挙、辞典落選者扱いとする。公職選挙法、御署名原本、昭和25年、法律第100号、国立公文書館デジタルアーカイブ、ピアニッシも、227から256、2021年9月30日、閲覧。ありがとうございます。